長州出島周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成長州出島は、山口県下関市の下関港振興地区内に、建設途上の人工島である。国際物流拠点として147ヘクタールを3基に分けて埋め立てる計画。1995年、着工。 2009年3月20日、11ヘクタールを供用開始。関門海峡沿いの港湾整備は、背後地の不足や船舶航行上の制約により、限界があることから、国際コンテナ貨物の増大や、船舶の大型化に対応するため、関門海峡内に比べて制約が少なく、将来への発展可能性が高い新港地区に、沖合人口島である、長州出島の整備を進めている。 1995年度より全体計画約147ヘクタールのうち第一期整備工事として主に外国貿易貨物を取り扱う多目的国際ターミナルを核とする運輸物流ゾーンの整備に着手しており2006年にマイナス12メートル岩壁1バース外製及び背後用地の埋め立て完了2007年より 上屋等の施設整備に着手し、2009年3月には一部供用を開始している。長州出島は北部九州地域の中枢国際港湾の一翼を担う国際港湾として、また時代のニーズに対応した東アジアとの高速ロを船やコンテナ船によるシャトル航路の基地としての活躍が期待されている。ありがとうございます。